学は日本の指揮者。1946年生まれ、東方学園大学卒業。指揮を斉藤秀夫に指示。東京公共楽団副指揮者、及び同性指揮者を経て、東京シティフィルハーモニック還元楽団を設立、常任指揮者として17年にわたって、その育成に努めた。1974年、ロンドンでルパート指揮者コンクールに入賞。 1978年、ジュネーブ国際音楽コンクール式部門で最高位を受賞。ロンドン交響楽団、スイスロマンド還元楽団、シモンボリバール交響楽団などに客演。バレエ音楽の指揮者としても活動。1988年から1992年まで、札幌交響楽団の専属指揮者。その間、西武グサのバイオリン競争局の移植公演。 初の東南アジア演奏旅行などを行った。2005年からオペラの本場イタリアに進出し、ラベロ音楽祭、フロジノーネオペラフェスティバル、ローマのマンゾーにオペラフェスティバルなどで、ペルゴレージ、奥様女中、イタリアの現代作曲家、アルドタラベッラの主人召使い、ベルディの椿姫を指揮。ロイヤルチェンバーオーケストラを率いて、ヨーロッパ4カ国6都市への演奏旅行。 ルクセンブルク室内オーケストラ、イタリア産デモ公共楽団への客演式も行った。2006年には、モーツァルト生誕250年を記念して、ミラノのエルベ劇場で行われた、モーツァルトイコールダポンテ三部作シリーズの、ドンジョバンニオモーツァルトの誕生日にあたる1月27日初日公演を、指揮する栄誉を得た。同年、イタリア、ルクセンブルクの再客演のほかウィーン、 ポルトガルにも活動の場を広げる。ロイヤルチェンバーオーケストラおよびロイヤルメトロポリタン管弦楽団音楽監督、あずさ室内管弦楽団音楽監督、静岡公共楽団音楽監督、NPO 法人静岡公共楽協会副理事長、東邦学園大学講師、山形大学音楽科講師、牧あさバレエ団音楽監督、井上バレエ団音楽監督、 東京シティフィル景観指揮者、第1回高松国際ピアノコンクール音楽監督、等を務める。2013年9月1日、多系統萎縮症のため、千葉県内の病院にて死去。66歳坊津。日本の吹奏学会において、1999年から2002年まで、大阪市音楽団の芸術顧問、常任指揮者として活動したことから、堤の名は広く知られている。 オ音着任早々に、包みの指揮による演奏で CD ゴーストトレインがリリースされ、その後もニューインドレパートリーシリーズを含め数々の CD がリリースされた。ありがとうございます。